エジプト第24王朝は、第3中間期の古代エジプト王朝。ゲエジプトのサイスを拠点に、リビューア人部族の主張テフナクト一世によって築かれた。マネトの記録では、第24王朝の王は、ボッコリスと呼ばれる王ただ一人であった。ボッコリス王の名前は、ティオドロスの歴史総書や、プルタルコスのイシスとオシリスなどにも記載されており、ギリシア神話では、 ヘラクレスと論争を行ったとされる。それらによれば、ボッコリスの父はトネファクトス、またはテクナティスであるという。この人名は、同時代資料に登場するテフナクト一世に対応するという見解が一般的であり、ボッコリス王に対応する人名はクエンレネフであると考えられている。このテフナクト一世が、どのような経歴の人物だったのかを知る手がかりは少ないが、 第25王朝が残した勝利の碑文やテフナクト一世自身が残した碑文では、彼は、西方の主張、リビア人の主張、メシュエシュの主張などという称号とともに言及されており、リビア系の人物であったことが確認できる。また、王位を宣言する以前のテフナクト一世が残した記録には、ネートの預言者、エジョの預言者など、宗教的な色彩を帯びた称号を用いたものも、 発見されている。当時、第22王朝の支配力は弱体化し、少なくとも、レオントポリスに拠点を置く、第23王朝、及びヘラクレオポリス、ヘルモポリスにそれぞれ拠点を置く王朝が拡挙しており、テフナクト一世もこの時流に乗って、自らの王朝を打ち立てた。その後少なくとも、メンフィス周辺地域まで支配を拡大したと言われている。 こうしたエジプトの分裂と混乱は外部勢力の侵入を招くことになる。エジプトの南のヌビアでは新王国時代のエジプトによる支配を通じてエジプト文化が定着しファラオの称号を用いカルトゥーシュの中に王名を記す王たちが強固な王国を築いていた。そしてアメン神を中心とした宗教体系も導入されており、エジプトの混乱を目にしたヌビア王のピアンキは 九層四国の秩序とアメンガミの権威を立て直すとして、エジプト遠征を行ったのである。テフナクト一世は、第22王朝のオソルコン4世、第23王朝のユプト2世、ヘラクレオポリスのペフチャウアバステと、そしてヘルモポリスのニムロトラと同盟を結び、ヌビア人の信仰に対応した。しかし、ヘラクレオポリス王、ペフチャウアバステとは、早い段階でヌビア側についた。 これに対して、テフナクト一世は、ヘラクレオポリスを包囲したが、ヌビア軍の来園により撃退されて治療へと引いた。その後、ヘルモポリスもヌビア軍に包囲されて陥落し、さらに、メンフィスまでヌビア軍が迫った。テフナクト一世は、このメンフィスでの戦いにも敗れて、商宅地へと逃げ込み、他の四人の王はすべてピアンキの軍門に下り、その日ご下において、 地位を認められるという状態になった。このため、テフナクト一世もピアンキ王に幸福の意志を伝えて忠誠を誓った。こうして全エジプトはヌビア人の支配下に入ることになった。このためこのヌビア人の王朝を第25王朝と呼ぶ。ピアンキは勝ち誇ってヌビアの首都であるナパタへと引き上げた。しかし、テフナクト一世は ヌビア軍が引き上げると反乱を起こして、下エジプトのほとんどを、再び支配下に置くことに成功した。その後息子のバクエンレネフが後を継いだ。バクエンレネフについての記録は乏しく、具体的なことはほとんど何もわかっていない。彼の名前を伝える、同時代資料は、驚いたことに、エジプトからではなく、イタリア半島のエトルリア人の墓から発見された。 エジプト製の壺から確認されている。マネトによればバクエンレネフは第25王朝のシャバカに殺されたとあり、第24王朝は再び遠征してきたヌビア軍によって滅ぼされたと考えられる。第24王朝の王は、マネトの記録では、ボッコリス一人だけである。しかし、同時代の記録などから、一般的には、テフナクト一世、バクエンレネフの二名が、 第24王朝の王とされている。以下の一覧では、即位名、誕生名の順番で二人の王名を記す。在位年代は参考文献、ファラオ歴代史の記述によるが、年代決定法その他の問題から移設が多いことに注意されたい。紀元前三世紀のエジプトの歴史家。彼はエジプト人であったが、ギリシア系王朝プトレマイオス朝に仕えたため、 ギリシア語で著作を行った。ゲンテルモクダムと呼ばれる土地がこの都市の後であると考えられている。ヘラクレオポリスという名は、この都市で祀られていた地方神ヘリシェフをギリシア人がハルサフェスと呼び、名前の類似等からヘラクレスと同一視したことによって付けられたギリシア語名である。ありがとうございます。